今日は、はい、なんてことないですよ、熊田曜子さんとご飯食べようの回ですよ。ここのコラボが一番今評判いいんですよ、うちのチャンネルで。嬉しい、ダントツです。嬉しい、うちのチャンネルで圧倒的です。これを1週間つけてください。これで変わらんかったらもう捨てて。何をさせたいんですか1週間つけたところでハンバーグ、やっぱハンバーグ、ハンバーグで、ハンバーグ食べましょう。王道一番人気じゃない、はい、アボカドのサイズどうします？ M で、はい、わかりました。 200g 全然いけそうです。ほな俺 LL。 おお、あ、ダイエットは今やってます。3キロ痩せました。やっと3キロ、やっと。結構でも俺1日玄米1パックとプロテインだけとかする。飲みがあるときはしんどいんですけど、あ、痩せようと思ったらそういうお付き合いちょっと制限するか。まあね、そこっすよね。2時間とか3時間とかもう決めて、はい、まあね、シュッと帰るの方がいいんすか。の方が気持ちいい気がする。お金だけ置いてね。いや、お金僕払ったことないです、一回も。どっかの社長さんとかってことですか？そうそう、に呼ばれるんですよ。でも女性ってみんな割り勘じゃないです？グラビアの子とかみんな集まると。あ、女性ね。グラビアって上下関係、年齢とか関係ないですし、デビューした早い。え、そうなんですか。だから基本みんなで割ります。事務所の中の後輩はさすがにおごりますけど、他事務所で。そうか、他事務所関係ないか。全然関係ない。しかももうタメ口だし。え、熊田さんに対して。ご飯行く中ってそうですよ。あ、そうなんですか。女の子ってそうなんですね。今も仲いい人誰なんですか？ C っていうのは。え、磯山聖香さんはずっと仲いいです。磯山さん、あー、綺麗な人っすよね。うん、可愛い、綺麗。はいはいはい。現役グラビアやってますね。あー、磯山。毎年お誕生日おめでとうはこの20年間ぐらいあります。だから当初 LINE じゃなくてメールの時代からです。確かに。すごい、ラファさんの店ってさっきまで知らなかったです。どこかなって見たら、はいはい、フードかぶって、はい、仮面つけてる人が見てると思ったら、はい、なんか等身大パネルみたいなポスターがあって、新車みたいに言うなよ。ここなんだと思って。おいしい。今お子さん何人でしたっけ？今3人です。いらないんですか、もう1人は。いや、私は育てるのがな、大変、本当に。あの赤ちゃんの時の寝ない時期、もう夜中ももうずっと授乳しておむつ替えての。一般的にはそれ大変なんですかね、やっぱ。めっちゃ大変ですよ。や、あげたことないでしょ、おっぱい。いやいやいや、僕は寝ないんで、うん、ママが寝た時間に僕が起きてるから。あ、交代してくれるんですか？ずっと誰かが泣いた瞬間に対応できるんですよ。で、ママはすぐ朝また6時に起きてくるから、で、そっから僕がちょっと寝たりして。そっかそっか、夜担当ってことなんだ。いや、そうなんです、深夜担当みたいな。そっか、当時ね、そのちっちゃい時ね。なるほどね。これ冷やすゾーン作っていいですか？ここ冷やすゾーンですよ。はい、冷やすゾーン作ってください、作ってください。知り合って1年、初めて熊田曜子の可愛いとこ見ました。ずっと強いだけの人かなと思ってた。まあ強いんです、本当に。だって崖から落ちても死なずそうですもんね。どっか捕まりそうですよね。ランボー1の映画みたいにさ、飛んでもさ、大丈夫そうやもんな、熊田さんって。なんか先にこっち食べよう。あ、食べてください。やった、いただきます。うん、うまっ。揚げるの上手。衣が食プロの人。繊細。衣がなんか雑じゃないの。フライヤーさんかなと思うぐらい。うわ、嬉しい。熊田さんの企画で、まあ、うちの方のチャンネルでも同じに流してますし、熊田さんの方でも流してるんですけど、はい、また DVD 出たということで。ちょっと言わないでください。プレゼント持ってきました。じゃじゃーん、やったかったのに。発売しました。私の最新イメージ DVD です。これは南国美人っていう。南国美人。美しい神で美人って読むって。メーカーさんが、スパイスビジュアルさんが考えてくださったんです。ありがとうございます。ちゃんと宣伝。全部言うな。ちょっと見ていいですか？もちろん。これ実は作品としては74作品目か75作品目です。その年齢に見えへんスタイル。42です。体鍛えてるっていいんすね。鍛え、まあ、ポールダンスでもう筋肉本当にすごいできてるから。筋肉がすごい。これはな、プレゼント、ラファさんにプレゼントです。私まだ見たことないんです。これはなんか1個の DVD が120分あるんですけど、その中で、はい、スポーティーなのが入ってたり、はい、もう王道の水着が入ってたり、今回はナースとか、はい、ちょっと OL さんみたいな、感じのもあります。あ、じゃあ1個見てください。1回見ますよ、はい、初めの方で見ますね、一旦最初は。初めの方、この辺。あ、3、チャプター3見ます。チャプター3見ます。はい。あ、ワンピースですね。ワンピースからどんどん水着になっていくみたいな感じですね。沖縄の古い、いやースタイルいいな。日本家屋な感じで。でも見てください、これめっちゃ木が揺れてるから、この日もあんまり天気良くなかったんです。あ、ほんまや。しかも寒かったんですよね、若干。だから窓閉めてやってるんです。本当は光入った方がいいから、開けた方がいいのに。なるほどね。じゃあここでちょっとまたグラビアクイズ行っていいですか？グラビアクイズ、はいはいはい、はい、じゃあ音を下げましょうか。音下げる、はい、はい。今回も3問持ってきました、前回。はいはいはい、お願いします。しかも今回は、はい、
せっかく DVD を見ていただいたんで、はい、DVD にまつわるクイズです。ああいいですね、はい、いいですか、はいはい、グラビアといっても、はい、こういう動画もありますし、あとは雑誌とかに載ってる写真の方のグラビアがあるじゃないですか、はい、あります。その両方で大変なことが違うんですよ。それは何でしょうか。はい、もうこれはもう分かります。はい、加工できるかできないか。さすがすごい。そうですね、そうなんです。あのもう ね、皆さんもお分かりだと思いますけど、写真はいくらでも今みんなできますよね、はい、いやちょっとセクシーっすよ。ワンピース着ててお尻のアップなんですけど、それをすごいセクシーって言ってくれて、どう見てもエロいやんこんなこのワンピース着てる状態だと、はい、そんなに修正って気にするとこないんですけど、はい、例えば動画こうやって撮ってて、はい、ちょっとニップレスが見えちゃったとか、ほう、もうそこ使えないんですよ。修正できないじゃないですか。まあまあまあ、で撮影中は絶対出ちゃダメなもの出てないかっていうのをモニターですっごいスタッフさんが見てるんですよね。え、出ちゃダメな理由何なんですか。その乳首がダメとか分かるんですけど、はい、ニップレスダメとか何なんですか。いや、やっぱり見せたくないじゃないですか、作品として。あ、そういうこと。綺麗じゃないじゃないですか。あ、そういうこと。だからアンダーって言って水着の下にも1個1枚ベージュの着てるんですけど、へー、例えば写真の場合はアンダーが見えても、まあ後で消しますって言ってくれてるんですけど、あー、ムービーの場合消すのができないんで。なるほどね、確かに。もう水着に縫い付けてるんです、アンダーを、見えないように。すごっ。だからいろんな工夫があって、もうだからほぼカンパケ状態で撮ってます。今思いっきりスカートめくってんねん。もうこのぐらいまでめくってんねん。しかもの脱ぎ方があるんです。このワンピースはやっぱ下から攻めたいじゃないですか。知らん知らん。下から行くしかないんで、例えばこれがボタンがあったら上から行くんですよ。へー、面白いっすね。で、他人が見せてとかができるんですけど、これの場合ちょっと下から攻めるワンピースにこちらになっております。第1問大正解です。はいはい、大正解でございます。では続いて第2問、はい、DVD を出す際に、はい、メーカーさんとある約束をしています。その約束は何でしょうか。もうこれ当たり前の感じですね。契約書の中にも書いてあると思うんですけど、いいですか、はい、妊娠しない。あー、でもそういうのも確かに、何ありますね。あとはやっぱりこれを売りたいがために、はい、もう一個あるす答え、もう当たり前やろ。もう一個お願いします。え、じゃあ太らないとかそういうことですか。あー、間違いない。違いますね。例えば人気の子だとポンポン出されちゃうじゃないですか。答えわかんないですか。はい、答えは発売後、はい、一定期間 DVD は出しちゃいけませんっていう契約で。ああ、まあまあまあ、だから競合排除みたいなことですね。そうですそうです。やっぱりファンの方って最新作が見たくなるので、はいはい、これ出して1週間後また違うメーカーから出されちゃうと売れなくなっちゃうじゃないですか。タレントさんならではですね。で、写真集はだいたい4ヶ月空けましょうってなってて、厳しいところだと半年ですね。年間頑張っても DVD は4本ですね。マックス出せて。そうなんですね、はい、で写真集も、マックス3だと思うんですけど、ただその写真集は雑誌扱いにすれば、なるほどね、本として出せるんで、やりやんまかとかなんとかとかってことですね。はい、畳の上であのちょっと下着でゴロゴロしだしたんで、ちょっとセクシーになってきましたね。でもこれポールダンスの柔軟も入ってます。これ知らんわそんな。知らんわ。お腹の筋肉伸ばしてます。さあ、はい、最後の問題です。最後の問題です。これはちょっと、はい、独特、私だけのことなんですけど、はい、私今まで、24年目になります、グラビアをやって、はい、16から DVD も74作品とか、写真集も40冊出してますが、すごい、最近、はい、ある部分を撮ってもらえなくなっちゃったんですよ。そのある部分とは何でしょうか。これマジで全く分からんわ。42歳っていう年齢が出やすいところです、体の中で。手違います。あ、ちょっとこ、手はだ、手はだって手が一番年齢出るっすけどね。出てますね、確かに。しかも立った時の状態です。全く分かんないです。立った状態の膝を取ってもらえないんです、はい、膝に出るんですか。なんか膝すごい年齢出るらしくて、立った状態だとすごい出て、だからよく下からパンあるじゃないですか、はい、だから下からパン、下からパン、業界用語やな、はい、下からこうね、舐めるようにこう上がっていくんですけど、はい、ありますよそのパターン。そう、膝ないんですよ。だから私も最近全然パンしてくれないなと思ったら、熊田さん膝取れないですって。逆に膝見たくなってきたな。え、膝なんか立った状態だとあれかも。だってポールダンスって出てますから。今でも座ってるからあれかもしれないですけど、立ちでの膝は一切取ってないです。なんかあるんすね、それプロのこだわり、あるんでしょうね、第三者視聴者目線の。だから多分カメラマンさんもいろんな次第の子を撮ってきて、はい、熊田の立ちの膝はダメだって思っただと思うんで、
それは需要ありそうやけど、その膝がいいんじゃないのとかなるんじゃない、年齢を重ねてきて、はい、なんでちょっともし120分見て膝が映ってたら立ってる膝が映ってたら教えてください。撮ってます